日の間声に目を覚ます。目の前には不安げな表情を浮かべている後輩の少女がそこにいた。時空跳躍は成功した。よかった、さすがセニア。入学式があるのであれば間違いない。今日3月31日はイーフィアに初めて出会った日だ。青空寮で朝食を済ませ、入学式へと向かう。イーフィリアと出会ったのは入学式の後。同じ行動をとっていれば、自然とイーフィリアと出会うはずだ。そうして、今日という一日はあっという間に過ぎ去っていくのだった。おかしい、イフィはいつ出てくる。過去で何かあったのかも。あり得る話だ。あの時、ルフィが不自然な接触をしてきたのは、ウロボスと戦うためだった。だったら、こっちから探しに行こう。全身タイツを着た、胸の大きな女の子を見かけてませんか？まだこの時のアモネとは初対面だよ。もしかしたら言葉選びを間違えたかもしれない。しかし、人間と見分けのつかないアンドロイドであるイーフィリアを、簡潔に形容するのは難しい。
お前は果てているぞ。おせっかい焼きの真面目な少女が目の前を通った。葵なら初対面でも近いになってくれるに違いない。葵を頼るため、葵が入った教室のドアを開ける。実は人を探していまして。一つ場所を連れてもらえる雰囲気ではない。ひとまず走って帰宅することにした。その後、インフィリアを見つけることは叶わず、青空寮に戻って空と合流する。空の方は収穫はあった？何かのヒントになるかも、教えてほしい。それは関係ないと思う。新社は絶対に許さない。絶対にだ。こうして、何の成果もやることなく、禁止が終わる。そうして。また、新たな3月31日を迎えた。おはよう、ストラ。そんなに慌てて、一体どうしたの？しかしその答えは、他の口から聞くより先に知ることとなる。入学式って昨日やったよね。朝、目覚めてから、自分たちだけがループに気づいているなら、ちょっと言う通りだろう。過去に戻ったってことで、倒したこともなかったことに。ウロボロスが犯人だとすると、ユフィが持ってこない理由になる。
そうして、もう何度目かわからない留学式を終え、イーミサキとの晩ご飯を過ごし、学校の裏前でやってくる。そこには過去に倒したやつと同じ答え。そうかもしれないけど、話をしている暇なさそう。過去に倒したやつのウロボロスはこちらを視認し、出待ってきていた。これなら診察とはさすが空。空は強くなった。入学初日とは比べ物にならない。やっぱりすごい力だ。見つけなかったね。今回のルボスとは無関係。じゃあ、このウルボロスが倒せなくて、ユーフィは持ってこられなかった。確かに、じゃあ選ばない子だし。そんな問題あったっけ。それは関係ないと思う。ユーフィリア、見つけた。話は後、まずはこいつを倒そう。
かく会えたのに、そんな。シードインク。大丈夫だよ。トラが道でピースサインを作ろうとする。しかし、その右手にピースサインが作られることはなく、トラはそのままぐらりと揺れ、意識を失ってしまったのだった。忠告？他に手段がなかった。トラがこれ以上戦うと、空の秘密？秘密？じゃあ、ソラは戦えば戦うほど、もしかして今まで、有限っていうことはもしかして、え？待って。そんな。どういうこと？
守っていたわけじゃない。そばにいただけだ。その対象って、そんな都合のいい。いつも。空は隣では聞こえていた。空は何者？さらの目的は？確かに、これ以上話を聞く必要はないかもしれない。しかし、それでも知りたい。もし空が本当に自分をウルボースから守ってくれていたのなら、彼女自身が自覚していないにせよ、自分のために戦ってくれていたのなら、どんな困難を前にしても、自分を信じてくれていた彼女の命がかかっているのなら、空は仲間だ。空を守りたい。わ、ごめん、意識が飛んでた。空の容態はどう？騒いだ空を担いで、一番近くの建物である校舎に忍び込んでいた。今はまだ3月だ。執行部が発足しないため、君神の御事を耐えることもできない。空。自分が黙っている理由を勘違いしたんだろうか。イーフィリアがそんなことを言い出した。
うは言っても、あなたのウルボロスが時間封鎖をしていたのであれば、仕方ないことだろう。むしろ、ウルボロスが過去に新たな個体を送り込んだという事実の方が問題だ。自分の様子はそんなにもいつも違うだろうか。コードオメガ00イーフィリア、未来から来たアンドロイド。この世界の未来は誰よりも暗示、その使命に命を賭している少女。イーフィリアなら話していいのかもしれない。驚かないの？もしかして気づいてた？その時からそのことを疑ってたの？そうだね。大事なのはこれ以上空を高く飛べないということと。空が目を覚ましたら急いで戻ろう。よかった、空が目を覚ました。いろいろなことが分かった今、やることは山積みだ。それでも自分たちはあらゆる道を模索し、最善の選択を選ぶだけだ。今までと同じように。
フロアは今後戦うの禁止。それはそうだけど、なんとかならないかな。確認したいこと？それは何？スタートを過ごしたこの数ヶ月について思い返す。可能性、消費、補充。ふと、彼女の顔が浮かんだ。ソフィーナだ。赤月好きだ。4月の事件、告発した赤月好きの魔力。希代の魔女であるソフィーナを捧げて、その魔力を補填しようとした試験の顛末は、そう、それが手っ取り早そう。空が食べてくれるんなら食べるよ。何が？どういうこと？何か言った？どうしたの？手元の端末に目を向ける。時刻は朝の7時。夜は特に空いている時間だ。なんで真っ暗なの？
不審に思ったのか、空がカーテンを開き、窓から暗いままの、天を見上げる。そこには、上空を追いつくほどのウルボスの大群が、セーラン島を見下ろしていた。無数のウルボロスがセーラン島上空を覆い尽くしている。一体何が起きているの？スピラスナー現在地。絶好の機会だ。ここで仕留めようとする。状況の整理が終わる。次に必要となるのはどうするかだ。やっぱり、靴を教えてほしい。戦闘回数を確認したい。空はその言葉の意味を確かに理解したはずだ。今回の戦いは1回2回くらいでは済まない。ここでの戦いに参加すれば空はおそらく。なんとかし、見せよう。行こうか。
どの子が痛かったのだろう。たとえ私を置いた辺りから、ただよりはなくなっていた。エクシード・リンク。リンクだけならば、いくらでもしてみせる。しかし、常時の緊張と長時間の戦闘は自分の体力を確実に削っていた。それでも先輩が後輩より先に諦めるわけにはいかない。お人よしだから、二人とも。それでも、声はかけられない。3月のミリミたちでは、今の戦いは苦が重い。イーフィリアがそこまで口にしたところで、また空が暗く進まる。空を見上げると それでも何か手があるはず。自分が諦めないのであれば、彼は付き合ってくれるだろう。だったら、自分がやることは一つに決まっている。エクシードリンク。いつものようにリンクをするだけだ。特別なことなど何もしていない。ほら、もしかして力を隠してた。空には空を追いつくほどのウルボスがいたはずだ。なら、どうして空を這えたのか。答えは、退化した可能性はそこにいた。